ありふれた盛んの、ガンダムオンライン、第41回。今回は直線を走り抜けて、核を相手のベースに周囲、する超エキサイティングなマップ。鉱山都市を連邦でやっていくよ。お、ついに入荷したか、連邦の青い悪魔ことハンブラビ。初動は ICBM ハンブラビを相手の本拠点へぶち込んでくるね。本体の方がコスト低かったりするのだがな。敵拠点へミサイルをロックオンしたところで、射出までカット。それじゃ今回も最後まで。ゆっくりしていってね。宣言通り、まずはハンブラビで初動とく参加するよ。移動中は3倍速で。マップ見た感じ、突軍団から頭一つ抜けてるな。でもこれって防衛は課せただけなのでは。初動とくはいかに早く拠点を殴って、いかに早く倒されていかに早く防衛するかが重要。だからこれでいいの。決して、誰も湧いてない拠点をペロペロしたいとかじゃないよ。ヘッポコ盛んは必死すぎて引く。拠点を殴った後は、敵の特区にをぶん殴って美味しくいただこう。全員が神経用に、英語も沈めたし。お前はもう死んでいる。しかし初動作防衛って、めちゃくちゃだな。手ぶら的に。これを超えるはちゃめちゃ戦闘は、多分ドラゴンフォースくらいしかないと思う。あっちは200人同時バトルだからな。本拠点さんのハイエナで十分に稼いだ後は、一押して中盤以降のイモイモ戦に行こう。現時点では、相手が若干リードしてるな。まあこれくらいなら、KD や各1個で返せるし、全く問題ない範囲。補給艦で回復しようとしたらすでに発見されてた模様。中盤は真ん中の廃墟が視線上になるのに、この補給はそのど真ん中に出るからね。とりあえず前へ。クイーンマンタ発見、差し違えて、その命もらい受ける。前線で餅を食らったら終わりだな。右残りで撃破ならず。次はバーザムで出撃。今回のデッキテーマはズバリ。全力で嫌がらせする。それをかつてないほどの笑顔で言い放つ。さすがだ。保護色で一瞬発見が遅れた、テトラ海が拠点へ。相手の方が足が速い。これは通ったな。自分が拠点殴るの大好きだから。逆に敵が拠点殴ってるの見るとすっげえ悔しい。この悔しさをエネルギーに変換してそこの孤立してる役にぶつけよう。ジャージ生えた滝時代の再来。航空から転倒した時より操作不能時間が短いとはいえ、3秒動きが止まるのは死と同じだよね。まあ初期ジムのチャービよりだいぶ射程は短いけどな。さて、他にビリビリしたい人はいないかな。エースしゃぶりでもするのか。数字拠点踏まれたら面倒だから、踏みに来た歩兵を倒そうかと思って。スタンビーム、外れてるぞ。あ。グッドエフリートのジオン格闘機黄金コンビにより、3枚おろしに。存在自体がジオンに対する嫌がらせ、な、テイコスの王初期ジムで出撃。まあ先週からジオンにもミラーが実装されてるんだがな。野生の鮭が飛び出してきた。ビーム兵器相手にマシンガンでワブが悪いな。83までは逆だったけどね。なぜか逃げないでいたらキックされて焦点。録画見直してたら、謎行動してることが稀によくあるよね。ここで手持ちのポケモビがなくなった。50秒待てば初期ジムが復活するけど、微妙に押し込まれてて危ないので逆腕で出撃。そういや今日、トナメやってるみたいだけど。これ、今年の3月9日は族の日記念トナメやらない流れなのかね。1週間挟んでるとはいえ短期間にトナメに改名。でも今の運営ならやりかねない。それにしてもなかなかに押し込まれて厳しい状態だな。物陰に隠れたけど、ギリギリ爆風で撃破されうつむしピンチ。しかし救いの光が。アドマーアース。修理されるや否や、即前線へ。
補給ポイントに長居したら支援機が危険だからね。グレネードが当たってる。珍しいこともあるもんだ。そして踏み込み、範囲ともに完全に時代遅れの雑魚ので無理やり一キルしたけど終了。ところがまたしても救いの光が。熊さん、ありがたいけどもうここから離れてくだちいな。これから真っ赤な皿が。モビルスーツが倒されても、オイルやら核燃料やらが漏れ出すだけじゃね。しれっとヤバいもんが混じってるような気もしないではないけど。今自分が南に突するんだかしないんだかな状態になってて中央がかなり手薄に。いつに番取られてもおかしくない状態。支援の人のおかげで、ザクワンでかなり粘れたな。ハンブラビの修理が終わったのでは狙いで突してみるよ。ほんと、速度が異次元だよなこれ。しかもフレキクより操作が簡単っていう。変形、通常格闘、ダッシュ格闘を繰り返すだけだからね。これなら拠点殴り放題だな。ところがギッチョンレーダーにかかっただけなら大丈夫だけど、ガン待ちされたら。されたら。こうなって。こうなる。ハンブラビはスコアレイで倒されたので、また持ちでも巻いてようかな。一部の人たちの間で大人気のエフリート解散じゃないですか。格闘機でも容赦なく持ちをぶち込んでいくスタイル。嫌がらせデッキの面目役所。壁の裏から、お持ち大好きそうなデブが飛び出してきたぞ。野良犬が侵入した小学校の校庭みたいになってるけど、合わせず騒がず持ちをドーン。ジオだけを殺す機会かよ。ジオに限らず、神羅万象なんでも殺せます。当たれば、どんな強力な攻撃も、当たらなければどうということはない。逆に言うと当たったらやばい。回避できる人限定のセリフだよなあれ。レアモンスター、ジャイアントアッガイ発見。ほんと最近絶対見なくなった。最近水中があるマップがないからね。川が埋め立てられて、足の高さくらいの水たまりになったマップもあるしな。レースを回避するための回収したら、水中機体格差がもろに出るようになって結局配信されなくなったマップとか、構造上レース回避ができない一面水中のマップとかもあったな。水中機体格差は是正する用意があるって佐藤 P は言ってたらしいから、その暁には各種水中マップを復活させてほしいところ。なんかさっきから微妙な状態が続いてるな。まあ中央で出てくる敵使ってるだけだと楽だからね。守りきれるならいいんだけど構造上守りきれないから、原作の守ったら負ける攻めろってセリフを体現したマップだと思うんだけどな。ところでこの前08正体見直してたら、このマップでの戦闘時にはもうケラーネ君は死んでるんだよね。しかし元気に指揮を取る有利少将をジオンの将兵が多数目撃している模様。北通路にヤバいものが見えたので迎撃に行ったら、坂の上に神が。勝利のためなら神だって殺してみせるさ。神殺しを企てるならチェーンソーくらい持ってくるべきだったな。敵が煙突を狙ってそうな雰囲気なので警戒。坂の上に何人か敵がいそうだ。核狙ってる悪い子はビリビリさせちゃおうねー。白くて巨大な何かが。とりあえずビリビリさせておけば、あとは他の人が何とかしてくれる。莫大な量のアーマーと、リムコが合わさり最強に硬く見える。やっぱり核来てたね。ヒットボックスの塊相手にスタンビームを吹かす。これがありふれたサカンクオリティ。部屋が縛れるのでマウス操作が安定しない。言い訳オス。敵が見せ目をしてきたからとりあえず応戦。数字拠点を踏みに来る敵をビリビリさせて美味しくいただきたい。エースに狙われたので逃げる。深追いはしてこないでしょ。残念ながら許されなかった模様。嫌がらせデッキ使用者への因果応報。別のバーガムも狙ってたからエースの中の人は相当ビリビリが見つかったようで。でもそれが、戦争だろうが。2番を踏みに来た相手に初期ジムを突撃させたら、秒で溶けてラーメン突入。クール明け後2時軍が。
格突するらしいので、初期ジムで2上のレーダーと差し違え。成し遂げた。格と折ればいいんだがな。核は X 兵クらしいからテウスになるかもしれないわえへ。ICBM ハンブラビ発射。ハンブラビは、月あらば拠点突を狙える恐ろしい機体だね。通常ブースト機体なんて、ほんのちょっとの隙程度じゃネズミなんてできないもんな。まあ今回は、見つかってもおとりになるかなぁと思ってやった感じはあるけどね。おとり作戦が効いたかどうかはともかく、X に核が入ったな。でもまだちょっとゲージ抜けてるけどね。通常サイズの扱いに持ちなど振る舞っているという軍が X を割ってくれた。勝ったな。フラグやめろ。あと1分じゃ何もできねえだろ。フラグにフラグを重ねるな。まあ正論だけどさ。マップ見ながらうろうろしてたら物陰から飛び出してきた僕に3枚下ろし。からの AED 復活。北通路の警戒をしてるうちに時間切れで試合終了。両軍とも、お疲れ様。今回も最後までご視聴、ありがとうございました。